カトリック・ジェームズ・マッコイは、アメリカ合衆国、アリゾナ州、ピマ・グンツーソン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB ボルチモアオリオールズ参加所属。2007年の MLB ドラフトで、ワシントン・ナショナルズから従順目指名され、6月10日に契約。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで10試合に登板し、1勝2敗。 防御率3.81だった。2008年は A-9 バーモントレイクモンスターズで13試合に登板し1勝6敗防御率5.98だった。2009年は A 級ヘイガーズタウンサンズと A 級ポトマックナショナルズでプレー A 級ポトマックでは15試合に登板し0勝2敗防御率5.14だった。2010年は AQ ポトマックで30試合に登板し、2勝1敗、6セーブ、防御率2.93だった。2011年は、AQ ハリスバーグセネターズで49試合に、登板し、1勝2敗4セーブ、防御率4.78だった。2012年は、AQ ハリスバーグで50試合に登板し、7勝3敗、2セーブ、防御率3.70だった。 2013年は AA 級ハリスバーグと AA 級シラキュースチーフスでプレイ。AA 級シラキュースでは7試合に登板し、0勝0敗、防御率9.95だった。オフの11月5日に FA となった。2013年11月21日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2014年は参加の AA 級エリーシーウルブズで開幕を迎え、 5月にトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ昇格。6月22日にタイガースとメジャー契約を結び、同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。9点リードの8回裏から登板し、1アンダム失点1奪三振に抑えた。5試合に登板していたが、7月6日に右ハムストリングスの故障で15日間の故障者リスト入りした。その後、 8月1日に復帰した。この年はタイガースでは14試合に登板し、0勝0敗、防御率3.86だった。2014年10月31日に、ウェーバーで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。12月9日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級ノンフォークタイズに配属された。ありがとうございます。